クロービスはアメリカ合衆国ニューメキシコ州カリー群の都市。人口は2006年の国勢調査で33,258人。カリー群の郡庁所在地である。クロービスはラノエスタカドとニューメキシコ東部地域に位置している。広大な農業の町は初期のロック音楽の歴史での役割でも有名である。近接するキャノン空軍基地はコミュニティに 多大な影響を及ぼした。クロービスは、北緯34度24分45秒成形103度12分17秒、北緯34.41250度成形103.20472度、34.41250-103.20472に位置して、海抜は、およそ4281フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、 都市の総面積は5 8 2ートルで、陸地面積は5 8 0ートル水面積は全体の0.44%の0 3ートルである。この水面積は、主に、クロービスのいくつかの公立公園にある人工池が占めている。アルバカーキ、ロズウェル、ラボックそしてアマリリョワ、クロービスの居住者が、 近隣の地域ではなかなか手に入らない商品やサービス、その他の目的でよく行く出張先である。診療はプレーンズ地域医療センターが提供している。ニューメキシコ東部地域は重要な初期の人類学的な先住民集団のクロービス文化の中心地である。このコミュニティは北米の人類学の歴史で頻繁に研究されており、研究会以外にも 極めて有名である。遺跡は町の南のブラックウォータードローで見られ、歴史的にも観光地としても知られている。クロービスは多くの記録によると、最初のフランク人のクリスチャンの王、クロービス一世に由来する。入植地の鉄道の駅長の娘が、町の命名の時点でフランス語を勉強していて、この名称を提案したからであると言われている。 クロービスという名前になる前は、コミュニティは、ライリーズスイッチとして知られていた。ニューメキシコ中東部と、西テキサスの大部分と同様、付近の主要な産業は、農業と牧畜業で、ピーナッツ、麺、肉牛とチチウシが含まれる。これらの製品のためのいくつかの加工施設が存在する。2004年、サウスウェストチーズ社で工事が始まり、200人以上の、 人員を雇うことで地域経済へのかなりの後押しを提供しながら2005年後半に創業を開始した。それは毎年23億ポンドの牛乳を加工処理する世界でこのタイプの最大の工場の一つである。地域の居住者の高い割合はサービス業で生計を立てている。地域または全国チェーンの小さなスーパーマーケットが存在しているが ディラーズとオルマートはコミュニティの小売り消費に大きな影響を持っている。キャノン空軍基地と小さい陸軍守兵部隊がクロービスにある。クロービスは最近都市の北部とミッドタウンエリアに開業した新しいホテルと同様に多くの新しい店とレストランによって経済ブームを体験している。 これによって人口はおよそ36,091人まで増加した。クロービスは F-16 の基地、キャノン空軍基地に隣接している。この軍事施設はコミュニティに大きな影響力を持っており、通常は地域の民間と軍事のリーダー双方から大きな支援を受けている。クロービスはキャノン空軍基地の支持を表明している、地方組織、 コミッティオブフィフティの幹事を務める。近接するポートレーズのコミュニティにも似たような組織、ミリタリーアフェアーズコミッティが存在する。アメリカ国防総省ブラック調査の最近のラウンドでは、クロービスと近隣のコミュニティに、セーブキャノン、またはオペレーションキープキャノンと呼ばれる大きな運動を促進した。クロービス市政府と他の政府組織、非政府組織は、 これによって結集され、隠れたプロのコンサルタントを隠すことと、ブラック委員会のメンバーの訪問の接待を担当した。2005年8月26日、ブラック委員会は、施設を閉鎖しない代わりに、その軍事的資産の量を減らすことを提案した。2006年6月、国防総省は、キャノン空軍基地に、軍のすべての部門の特別任務の訓練センターという、 新しい任務を与えた。居住者はこのニュースで元気づけられ、ミッションは遂行されたというプラカードが何週間も都市のあちこちで見られた。第16特別作戦航空団の空軍特殊作戦命令が2007年10月1日にキャノン空軍基地の所有権を持つと予想されている。プレーンズ地域医療センターはクロービスにある第一の病院である。 これは、ニューメキシコ州アルバカーキに拠点を置く、長老派の病院システムの一部である。施設の療養所、在宅看護会社、及び他の会業医と同じく、多くの個人による診療がある。少なくとも一人の伝統的なヒスパニックのヒーラーを含んでいる。南西部町、スパニッシュミッション風、ニューメキシコを代表すると考えられる、アドベ建築様式が一般的である。 クロービスの建築物の多くは1930年代以来のアメリカ合衆国の小都市と郊外に見られる一般的な様式のグループと区別がつきにくくなっている。地元のランドマークであるホテルクロービスは1931年10月20日に開業した。建造当時はアルバカーキとダラスの間で最も高い建物であった。 ホテルは建築家のロバート・メリルによってデザインされ、アールデコ町の外観に南西部のインディアン風の内装が施された。拡張高いボールルームでは、ルイ・アームストロング、グレン・ミラー、トミー・ドーシー、ハンク・ウィリアムスがホストを務めた。近くの列車の駅は、ホテルに多くのビジネスを供給した。アッチソン・トピカンド、サンタフェ鉄道がクロービスへの客車の運行を中止した。 すぐ後にホテルクロービスは営業を停止した。現在ビルは未使用のまま頻繁に荒らされている。回復のためのいくつかの計画が表面化したが当分の間ビルは単にクロービスの過去の一部のままで残っている。気候は低い湿度で比較的温暖である。夏は極端に暑くなく冬は極端に寒くなく涼しい。暴風は夏。 通常は夜に起こる。毎年冬には時々雪が降る。町と周辺エリアの地勢は典型的に平らでポートレーズ近くの南に起伏した丘陵が見られる。最も明けた陸地は草原で、それらの多くは放牧地に変換された。土地の多くは高い頻度の考えの使用で工作されている。中央の町のエリアの通りの多くは それぞれの通りの交差点で、ひどい陥没や隆起が見られる。これらは運転者に、不便さを引き起こす場合がある。これらは20世紀の初めに、水の排出のために作られたか、あるいは安全のため、運転者に遅い速度を引き起こすために作られたと、言われている。これらは、メインストリートと、第十四通りと第一通りの間でもとも際立っている。しかしながら、 クロービスは現在、大きな道路の更新を計画している。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ時に種別人高校生世帯と、家族年齢別人高校生収入と、家系プロテスタントのキリスト教はクロービスで強く、支配的である。居住者の90%が自らをプロテスタントと、自認している。 特に福音主義派の教会は割合が高い。二つのカトリック教会がクロービスに位置しており、さらにキャノン空軍基地にも基地内教会がある。宗教は地元のラジオ放送に大きな影響を持っている。イスラム教徒のために近接するポートレーズで礼拝する場所がある。地元で聞くことができるラジオ局は、 アメリカ合衆国の大部分と同様に幅広い種類の内容である。地域の宗教的な人口のために現代クリスチャン音楽、説教、その他の宗教的テーマの放送は地元のラジオで一般的である。主にメキシコ音楽とキリスト教をテーマにした内容のいくつかのスペイン語放送も聞くことができる。街はノーマンペティレコーディングスタジオの本拠地として 1950年代に、一頃有名になった。早々期のポップミュージシャン、ノーマン・ペティが創設した、このスタジオでは、ロックの開拓者バディ・ホリーと他の初期の有名な、アーティストが録音した。事実、ホリーの有名な歌、ザット・ルビー・ザ・デーはクロービスで録音された。ありがとうございます。